動かない。動かないの。よいしょ。終わった。どうだ？綺麗になったかな？ほわんほわんじゃんな。耳掃除しなきゃね。それに爪切りも。おい、逃げんなって。ほら、逃げないの。お前ちっこいから暴れても全然意味ないし。こうやってギューしたら、抵抗できないだろ。ね？耳掃除とか爪切りは嫌いなのか？でもいつかやらないといけないだろ。まあいいよ。まあとりあえず今日はなしでいいよ。いい匂いになった。まあ、本当は俺とオスロのシャンプー使いたいけど。お前猫だし。その匂いはどう？お前的に臭くない？ねえ、ちょっと機嫌悪くない？綺麗にしてやったのにもしかして怒ってんのかよ。ん？猫は水が苦手っつってな。しょうがねえだろ。一緒の布団で寝るためなんだから。ねえ、さっきまでと毛色が全然違うしね。こんなに真っ白だなんて予想もつかないくらい汚れてたんだよ、お前。あ？だからそれで納得してくれよ。今、ふんってしたろ。猫なのにそんな表情すんのかよ。めっちゃかわいい。てか、おもろ。まあ、怒んなって。ほら、抱っこしよう、抱っこ。おいで。よいしょ。よいしょ。ふわんふわんでいい匂いだったげわ。癒し、おめ癒し、キュー。すりすりすんの？すり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 。すり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 。機嫌直ったがよ。女に急にすんってすんなよ。本当はギューされて嬉しかったくせにな、お前な。そういうとこほんと素直じゃねえな。実は嬉しいくせに素直に表に出せないの。猫ってそんなもんなんですか？ツンデレって言うもんね。ね。まあでもいい香りになったんじゃない？初めてお前を見たときめっちゃうるうるした目でミヤミヤ泣いたのにさ。たった数時間。いや、でも数十分でこの変わりようよ。ツンデレの女王様みたいになってるね。まあ嫌いじゃねえけど、むしろ好きなタイプ。まあ別れた彼女がめっちゃツンデレでさ、俺すんごい振り回されてて。でも楽しくて。まあいい思い出ばっか。あ、別に泣いてないし。いや、顔舐めんな。くすぐって。俺が落ち込んだ時はこうやっていつも慰めてくれてたっけな。何も言わずにただ寄り添ってくれててさ。やべ、思い出したらメンタル急降下。はは、引きずりすぎだ、つってな。ごめんごめん。寝よっか。もうお前キレキレしたから一緒に寝てやってもいいぞ。待て。なんで警戒してんの？今の今まで俺の腕の中でギューされてたじゃんかよ。だ。一緒に寝るって決めたんだから一緒に寝んの。ほら。早く。もういいよ。あと5秒で添い犬の権利剥奪します。さあどうする？ 5、4、3、2、来た。お前カウントダウン分かってんの？かわいいな、お前。腕に顎乗せんのうまいね。人間みたいだな。よし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 。
耳んとことかさ、撫でられるの気持ちよくない？うん。顎の下、チク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 。そう、ここな。ピン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 。かわいい。かわいいな、うーってしてんのか。あはダメだ。ぎゅー。愛おしすぎるんだ、お前。うん。俺、お前に恋しそうだね。ははは。ああ、つうか、なんでお前、あんなとこにいたんですか？なんで捨てられたんですかね？わかんないよね。マジで命を粗末にするとか許せないよ。お前が入ってた段ボールによかったらどうぞって書いてあったよ。信じらんないよね。いや、物じゃないんだよ。大切な命なんだよ。生きてんだよって。買うなら最後まで責任持てっつってな。うん、俺がお前の一生面倒を見るから安心していいぞ。絶対離さない。ずっと一生。素直に甘えてくんじゃんな。いい子だね。うん、いい匂い。気持ちいい。あれ、つうかさ、今ふと思った、お前女の子でいいんだよな。え？ちょっと失礼？お便りついてねえわ。ごめんって。ごめんごめんごめん。ちゃんと確認しとかないとじゃん、そこは。いやいや、別に男の子でも全然いいんだよ。でもなんか恋しちゃってるみたいな発言しちゃったし、一応だよ、一応。ああ、なんだろう。なんかその真顔で伝わってくる感じのオーラ。なんか怒りのオーラ的なものをひしひしと、こっちにありに伝わってきますよね。ごめん、ごめん、謝る。謝る、謝る、許してごめんね、ごめんね。今、ふんって聞こえた気がするわ。ふんって。いいもんね。俺も勝手に牛してるもんね。ふわふわふわ。ぬくぬくぬく。俺これ幸せだわ。俺幸せにすっからね。もう世界一幸せな猫だったって思えるような一緒にしてやるよ。ぎゅー。ご視聴ありがとうございました。俺はいつでもここにいる。寂しくなったらまたおいでよ。チャンネル登録と高評価よろしくね。じゃあ、おやすみ。